態度と抵抗運動の実態とありますが、連日ニュースで報道されていることではありますけれども、内モンゴル自治区で中国語を使った教育を強化するという中国政府の政策を受け、現在世界各地で抗議活動が頻発しております。モンゴル語を第一言語とする人々から文化を奪いかねないこの政策の裏には一体どんな思惑があるのでしょうか。中国政府による弾圧の実態を誰よりも中国を知る男、関平さんにたっぷりと解説していただきたく存じます。関さん、よろしくお願いします。まあ、ご存知の方も多いだろうと思いますけどね、はい、中政府が8月下旬に、どういう措置を取ったかというと、要するに例えば内モンゴル地域、モンゴル人は、まあ、今少数派になっているんですけど、それでもね、18% が占めるモンゴル人たち、それモンゴルたち子供通う学校ね、そういう学校が今までは使われてきた教材はね、一応モンゴル語で、モンゴル語の教材ですわな、例えば中国の歴史を教えるだとしても、それでね、9月1日から一斉にね、全部中国語の統一された教材に、教科書にね、教科書に変えられるんですよ、要するに四川省の子どもも広東省の子ども、北京の子どもも、漢民族の子どもが勉強するような教材に、教科書でモンゴルの子どもたちに押し付けるんですわ、中国語で書く、しかし1年生から、1年生から中国語をだけの教科書を使うということは、要するに子どもたちから言葉を、民族の言葉を奪うんでしょ、それはまさに文化的ジェノサイドということ、じゃあそれがね、じゃあどういうことなのかとなると、はい、最近静岡大学の妖怪さんもいろんなツイッターでも発信してて、私も彼のツイッターとかあるいろんなところからいろんな内部資料ね、要するに中国の内部のそういう伝達、自達の資料とか自達書とかね、そういうネットで誰かアップして、それをルフして、それでまあそれに基づいてちょっとこのどういうことかちょっと見てみようかっていう、まずね、これが中国共産党中共な、これはまあ西宇宙無心地、まあモンゴルの地名は何々旗、何々木っていうね、そこはまあ行政区はある、この行政区の中国共産党の委員会の弁護士が出した自達書、この前期、要するにこの地方のすべての公務員が時間通りに子どもたちを学校に届ける、じゃあどういうことかというと、要するにモンゴル人たちの親たちも子どもたちは、要するに授業ボイコットですよ、1日から、中国語の教科書ならばもう使うならもう学校行かない、それで通達出して強制的にね、お前たち子ども全部学校へね、送り届けよう、さもなければ処罰するぞっていう、そこはね、何が出してくるというと、ここのまずこの最初冒頭からのこの言葉ですよ、国家通用教材、要するに教科書、要するに中国語のね、共通教科書の使用は党中央が、そういう意思決定者、重大なる決策、要するに重大なる決策であって、意思決定であって、それが必ず絶対完成しなければ重大なの政治的任務である。いや、そこはね、これからも分かるようにね、要するに習近平政権はまさにこれね、普通の教育方針を決めるじゃない、重大なる国策、要するに政策として、要するにね、しかも重大な政治任務ね、要するにもう革新犯です、要するに各民族の文化を、言葉を奪って、文化を虐殺するんです、いや、まずここから読み取れるのはこれですわな、はい、じゃあ2番目でいく。じゃあ、まあ、実は今ね、教科書が、新しい教科書は国語、歴史、まあ、道徳とか全部中国語になったんですけどね、唯一残されるのは、モンゴル語の教育が、要するに外国語として教えるんですよ。例えば日本の小学でも、中学でも英語を教えるでしょ。一応、唯一モンゴル語で外国語として残るんですよ。しかし、それにしてもですよ、
これ楊さん出した資料ですよね。例えば教科書、まあ言葉会話はモンゴル語ですよ、モンゴル語ですね。しかし以前の教科書の中でこの学校の看板は、モンゴル語でしょ、モンゴル文字で新しい教科書も韓国中国語になっちゃった蒙古族小学、そう要するに、外国語の資料としてでも、ね、そうなる、そうするんですよ。外国語として教えるような扱いにしてるにもかかわらず、教科書の中にもこうやって中国語、韓国語を混ぜてくる。要するにだんだん消していくってことですよね。これはさらにひどいことあるんですよ。学校教育だけじゃない。次、これも楊さんたち、これね、ウジモンゴルある町で走ってるバスですよ、バスウジモンゴルですから、本来ならばこれ公共交通でしょ、バスですよ。あれ本来ならば昔ね、この上がモンゴル語で下が中国語で消してありますね。それを中国モンゴル語消すんです。白を貼ってる、白を貼ってるんですよ。要するに公共の空間からもモンゴル語が消していくんですわ。要するに学校の教育だけじゃないです、それはね、もう赤裸々な文化的ジェノサイド、まだまだ続き行きましょう。いや、そうなるとみんな抗議運動を起こすんですわな。これウジモンゴルの電視台ですよ、要するにウジモンゴルのテレビ局の、まあ一部のそういうね、そういう職員たち連番、みんなそれで連番、からかさ連番、要するに現実にあるんですよ、日本は江戸時代にあったものですよ、誰が主犯かわからないという、もう現実にあるんですよ。これ証明は全部モンゴル語でしょ、要するにみんなモンゴル人ですよ。要するにそこまでしなければならない。しかも内容読んでもね、別に反中共産党の何でもない、しかもみんなね、苦心してる最後でわざと中国共産党擁護するという言葉書くんですよ。でも書かなければ大変なことになるから、それにしてもからかさ連邦上は、やらなければならないですよ。苦しいところですよ、ね、今中国で、そういう意味ではね、ある国の支配下で近代国家じゃないんですよ。だから日本でその話は江戸時代の話やろ。そうですね、まあそこまでやってる資料でしか見ない形態ですもんね。そうこういう形の連邦。じゃあまた次行こう、これね、また そういう公安局が出した通報、じゃあ通報とは何かというと、例えばこの人が、要するにネット上において国家教材、統一教材、要するに中国語の統一教材に関して、不実な言論を発表したことで、それ5日間拘束されたんです。要するにネット上でね、一言そんなダメですよと書かれたら、拘束されてしまう。まあまだ次行くわな。それでまたこの林家区、まあウジモンゴルのある地域でね、公安局がまた、これ全部人の名前、トウとかウーダ、みんなモンゴル人ですよ。漢民族はそんな名字がないでしょ。アとか、この4人が要するに、国家重要教材の使用を反対した。それでウェイボーの中で、そういうウェイボーって中国版のツイッターみたいなものですね、言論を発表したことで、それで今もう逮捕されて、取り調べを受けてるっていうな、それ中国の公安局出してるやつです。また次行きましょうよ。これはね、これが中国共産党のこの区域の組織部はな、出した、要するに共産党の中の人々、実は中国共産党も上手ですからね、モンゴル人の一部もね、共産党の中に取り入れるんですよ、それを取り込むんですよ、要するに体制の中の、今回はね、実は体制の外のモンゴル人だけじゃなくて、体制の中の人、要するに中国共産党から今まで取り込まれたモンゴル人も、もう立ち上がったんですよ。だから処分された、定職の処分されたのは、これ下全部モンゴル人の名前、ほらほらほら、全部モンゴル人やな。
21名はやっぱり国家通用教材教科書の使用を反対する、拒否の拒っていうのが見えますよね。あるいは子供をね、学校に送り届けなかった、それで停職処分が起きます。要するに体制外の人々が公安局で逮捕する、体制の中の人々が、停職する、いろんなやり方ですよ。まだまだ次行くやな。これはさらにひどいですよ。これね、信用工作連社というのは信用組合、農村の信用組合、農民たちに融資するでしょ、ここでどこまでやるかというとね、ここ地区の農村信用組合は、通知書を出して、要するに国家の教育方針にの施行を教師して子どもたちを学校にね、決まった時間に学校にお届けしなかった、ということで理由で人々が、そういう年中に対してこれから融資を停止するんですよ。ひどいでしょ。観光ならば関係ない話でしょ。要するにどういうことが、そこはね、中国共産党政権がそこまさにね、伊藤独裁の一番怖いところ、というのは伊藤独裁といえばみんな思っているのは、伊藤独裁共産党政権が逃げているだけ、伊藤独裁違うんです、信用組合も共産党逃げているんです、ただ共産党にね、反抗すれば職を停止される、融資すらもらえない、要するにあちこち全て中国共産党が社会的資源、あらゆる権力があるところ全部握ってるんですよ。極端に言えば、中国で共産党に立てつくならば、家から追い出される、融資ももらえない、勤める会社から解雇される、下手すると刑務所に入る、すべてを失うんですよ。そこが中国共産党の怖さであれば、彼たちのね、ある意味では中国共産党のある意味では強さはここにある。要するに一旦共産党に睨まれたらですよ、中国の中でも生きていけない、生きる道すべて立たされるんです、そういうことです。そこまでも追いかけてくるんですね。まだ次行きましょう。それで幼稚園、これ幼稚園でしょ、幼稚園何か通達出したけれど、9月13日の午前9時までにね、というのは幼稚園の幼稚園生もみんな親たちの判断でやろう、ボイコット、ボイコット、不登校ですよね。これでここまでに、この時間までにね、幼稚園に入ってない子どもたちがこれから上演する、上演、もうやめてくれと。要するに子どもたちを、そういう子どもも、お前たちは取り消した幼稚園、子どもたちで、ね、幼稚園生までな、幼稚園生までな、大人ね、定職、幼稚園生までは、もう幼稚園から出ていけっていう。すごいね。いや、この政権ね、そういう悪なつさですよ。そんな政権です、そんな政権ですよ。要するに習近平が決めた一つの政策、それが虐殺でやろうと、ジェノサイドでやろうと、破壊的行為でやろうと、暴挙であると、何であると、人々が無条件にこれを受け入れなければならない。受け入れないと、要するにお前たちの文化を奪う。いや、それで抵抗すれば、すべてをお前たちから奪う。生きていく道も、融資もらう権利も、子供、幼稚園入る権利も、奪われてしまうんですよ。そういう政権ですよ。いや、また次行くわ。なんかこれね、この方、これ楊さんからの サルナさんという33歳のモンゴル人、アラシャンという地方の女性ね、33歳で、彼女もこの反対の署名にね、署名簿に署名したんです。しかし自分たちの署名簿が目の前で破棄されたんです、それショックを受けて自殺された、亡くなっちゃった方なんですね、こんな若いね。では次ね、そういう共産党の
公安局は実はな、はい、アラシャンな、うん、アラシャンの公安局が出したこの人の自殺に関する通報はな、しかもね理由が手だらの理由ね、はい、何かうつ病とか何か何かね、それで一切何の本当の原因で自殺、何の理由で自殺する一切言わないんですわ、でもあのね33歳の女性これで自分の命を絶ったんですよ、こんな通達までね、また次行きましょう。あこれの人ね、あのエレン・ホト氏のモンゴル国小学校の校長先生、ウランさんという人、彼女も自殺されたんです。そうです、やっぱりこのハサミにあ、彼女が反対する、あの絶対受け入れない、しかし校長の立場で共産党からの命令圧力があって、あのこの学校でね、この中国語の共通教科書を絶対進めなければない、このハサミにね、あの、にあって彼女を取った唯一の方法はもう自分の命を絶つ、まあ、これは自殺された方でやって、まあ、次の、 あの映像、あ次の写真、それ校長先生亡くなったとして子供たちはそういうふうに悲しんでるんです、ちょっともうやりきれないですね、やりきれないですよな、まあ、これで最後から、最後ですから蒙古族小学、じゃあこの1年のね、はい、内部の通達とか内部の写真とかね、流出した写真、まあ全体見てみれば分かるでしょ、はい、習近平政権は重大なる意思決定、政策決定として政治的任務としてこれをモンゴル人の小学校で1年生から中国語の 教科書を、あのね、押し付ける、はい、それで抵抗する人々が大人だったら 共産党の中の人だったら停職してしまう、ね、あの体制の騒動の人ならば場合によって逮捕する、場合によって生きていく道を断ってしまう、幼稚園生までが幼稚園から追い出す、ね、あのまだいろんな話あるよ、それで学校行くやつ人にはお金の方法を上げる、そういうようなやり方で、要するにじゃあここはね2つのことが分かるんですが、1つはね、はい、要するにねこれ正規なら、まさにね文化に対する虐殺、政権があらゆる手段を総動員してですよ、あのモンゴルの人の文化を殺していくという、はい、今それ中国で現実に起きていること、もう1つね、そういう一年のやり方から何が分かるかというと、中共産党政権というものね、実に恐ろしいというね、要するに彼たちが全ての社会的資源、全部掌握しています、中国共産党が自分たちの目的を達成するために、人の人権も生きていく権利も何でも、まあ簡単に奪うことができるんですよ。そこが、あのこの中国っていう、まあもちろんそういう政権のやり方は当然モンゴル人体制だけじゃなくて、実は漢民族も同じような、被害者であって、ですからね、あのこのような異質の政権はね、存在してること自体ね、もうモンゴル人にとっても、漢民族にとっても誰にとってももうね、あのもう災いのもとですよ、だからですよ、例えば自民党の総裁選でもね、あの変なあの候補者出てきたんでしょ、あの残念ながら私席と同じ石だ、はい、何か、米中協力する世の中を作る、バカ野郎お前そんなそんな世の中お前作るか、米中協力する世の中は実は中国が支配する地域はそうなるよっていう、せめてね、正確に今アメリカがそういう中国共産党の本質に気がついてですよ、やっぱり例えばアメリカのポンペオ、はい、国務長官の7月23日の演説では、要するに中国との戦いね、アメリカと中国の戦いじゃない、自由世界と全体主義 の、 あの、ねね、あのファシズムとの戦いであって、日本の政治家もね、そういうことを、ね、分かった上で、そういう認識でなければならないんですよ。はい、まああの
いやちょっとあの気持ちが、どうしても高ぶってしまいますよね。重くなるような話ですけども、そういうね、要するに、今日これを話しする意味は一つが、やっぱり日本皆様ね、モンゴルのことでもっと関心を持ってほしい、もう一つが中国共産党の本質がそういうものである、であることをもっと認識してほしいというのは、今日のこの事実ね、このコーナーの言いたいことでございます。余すところなく一端が現れてますよね。関さんありがとうございました。ちょっといいですか、はい、今関さんの、ね、お話の中に出てきました、静岡 の、ね、大学の先生でいらっしゃる楊海英先生ですね、内モンゴルご出身なんですけど、はい、これは今日ですかね、ツイッターに書いてあるんですね、ちょっとこれ見せていただきたいと思うんですけど、出せない、この内モンゴルより数年前にウイグル語教育が新疆ウイグル自治区で廃絶された、その時にウイグル語の教師は全員クビになって、親はっていうのはその学校の、ね、子どもたちの父兄は強制収容所に入れられて、でわずかに子どもに会える待遇になってる親の給与は漢族の10分の1、もう貧困に落とされるわけですよ。で今内モンゴルのこのカイロ県というところの学校では、モンゴル人の教師が全員用務員とか清掃員に落とされてしまったと、身分をね。その代わりにその中国人の教師が、その職を全部取っちゃって、でモンゴル語の使用も禁止してると、教えないんじゃなくて使うことも許さないわけですよね。だから学校として教えないだけじゃなくて、もうとにかく日常からモンゴル語を消していくってことなんですよ、これは。大変なことですよ。それでね、さっきバスにステッカー貼ってあったじゃないですか、あのように、私内モンゴル行ったのだいぶ前なんで、もうあんまり記憶はないんですけど、当時はやっぱりモンゴル語がメインでしたよ、上にあるじゃない、メインはモンゴル語なんですよ、ところがこれを平気でこうやって消すわけでしょ、で言葉っていうのはやっぱり民族の、アイデンティティそのものみたいなところあるわけじゃないですか、ですね、これを奪うってことは民族を消すってこととほぼ同じなんですよね。だから私ね、ちょっとこう違う次元に思うかもしれないけど、よく日本では最近ね、外国人の観光客いらっしゃいみたいな、そのための便宜上のことで、公共交通機関の表示でさえもね、外国語をいくつも表記して、私ね、あんなことをするっていうのは、言葉っていうのをものすごく軽く考えすぎだと思う。至れり尽くせり、単にこれはその便利とか便宜上の道具ってわけじゃないんですよ、やっぱり日本人のアイデンティティそのものなんですね。だから日本に来た時に外国人は日本語がわからない、でせめてね、例えばローマ字表記とかが地名とかそういうのであるのは分かりますよ、でも今時スマートフォンだって、自動翻訳機だって何だってあるわけだから、そこはやっぱりいろんなものを使ってもらってね、その公共の場所の表示を平気で外国語とね、日本語を併記する場合によっちゃ、その電光掲示板で外国語しか見えないみたいな、そんなことを軽々しくやるというのはね、もう本当に自分たちで自分たちの文化、民族のアイデンティティを捨て去ってるようなもんなんですね。軽んじゃってね、それからその、冗談になってしまうんですけどな、僕以前ね、新潟公園市に行って、帰りは空港バス、新潟市内から空港バス乗って空港行くやろ、それバスに乗ったら安心してゆっくりしてると、突然中国語のアナウンス流されて、俺一瞬凍りついたら、俺は北京に拉致されたかって知らないうちにね、知らないうちに、もうやめてほしいよ、ですよね、俺ね、北京語のアナウンス聞くために日本に帰化したわけじゃない、ドキッとする目覚めになりますよね。だからね、そういうね、なんか軽々しさね、日本人の。ただ一方ではその戦後にね、終戦後にやっぱりアメリカのその占領軍は、日本をその英語教育にしてしまおうかというふうに思ったけれども、当時やっぱり日本人が頑張って、それからその米軍占領下にあった沖縄でも、沖縄の特に教員の人たちが頑張って日本語教育、それと内地と同じ教科書で勉強させろって言って、アメリカ軍にそれをそのね、申し立てて残したわけですよね。だから先人たちがそうやって日本語教育、私たちのこの素晴らしい、言葉を残してくれたっていうことを、今の日本人は軽く考えすぎてると思いますよ、本当に。そうかもしれませんね。でも私はね、こう思ってですね、やっぱりその亡くなった人がいて本当に痛ましいと思うけれども、
やっぱりモンゴル人というのはかつて世界の帝国を作った民族ですよ、ユーラシアをね、この人たちにこんなことをする、こんな仕打ちをしてね、そのモンゴル民族を消し去るようなことをして、私はやっぱり習近平さんとそれから中国共産党の幹部たちは必ずその報いを受けると思うね、歴史から復讐されますから、そういう意味では彼たちは実に愚かですよ、私は上品な人ですからバカとかそういう言葉は一切使わないんですからね、上品な人でございましてね、愚かですよ、まずチベット人たちをあれほどね、迫害して抑圧して国際的大問題になった、それ次ウイグル人たちを抑圧して弾圧してまた国際的大問題になって中国に帰ってくる、実はモンゴルね、ご存知のようにこの数十年間ウイグル、チベット地域よりが案外静かだったんですが、そうですね、唯一静かだった、それでそれでも習近平先生が自分たちから問題を起こして、ある意味ではね、楊先生、楊海栄先生の言い方では要するに逆にね、モンゴル人たちの歴史的記憶と、民族意識をわざわざ呼び起こしたという話ですよ、むしろね、これはね、同じことはチベット人も言ってましたよ、要するにね、そのどうしたらチベット人はその抵抗をやめるんだというふうに中国人からね、あるチベット人が聞かれた時に、あなたたちが私たちの文化をその弾圧しなければ、いくらでも私たちはおとなしくなりますと、中国共産党にも協力して一緒に国づくりをやれるんですよと、それを無理やり押さえつけたり、奪ったりするからこういうことになるんですと、で、あなたたちが今のようなね、強権的な暴力的なこの支配を続ければ続けるほど、この地上にチベット人がたった一人になっても抵抗しますよというふうに言ったっていうんですね。だからそういう意味じゃ本当にこの習近平っていう人は全く時代を逆行させて、そういう民族の記憶を本当に呼び起こしてしまってるっていうところあると思いますよね。しかも例えば香港もそうだったんでしょ、そうね、確かに、返還されてずっとある意味では静かだったんですよ、あるいは習近平たちがわざとそれを香港人の反抗意識をまたね、起こしたんですわな、そういうことですよ、少しずつ墓穴を掘ってるのはね、どちらの方なのかという点でしょうね。以上、特別企画、内モンゴル内部資料から明かす文化的ジェノサイドと抵抗運動の実態と題してお送りいたしました。関さん、ありがとうございました。